水仙寺きよこさんで365歩のマーチ。幸せは歩いてこない、だから歩いていくんだね。一日一歩、三日で三歩、三歩進んで二歩下がる。人生はワンツーパンチ、汗かきべそかき歩こうよ。あなたのつけた足跡にゃ、綺麗な花が咲くでしょう。腕を振って足を上げて、ワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 。幸せの隣にいてもわからない日もあるんだね。一年365日、一歩違いで逃がしても、人生はワンツーパンチ、歩みを止めずに夢見よう。千里の道も一歩から始まることを信じよう。腕を振って足を上げて、ワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 。ありがとうございます。ウクレレタイム。小町道、銚子道、北武士道、武士道藤山です。武士道丸山です。今回は水前寺清子さんの365歩のマーチを歌いました。いかがでしたか？なんだか元気になる歌だと思った。本家の水前寺さんの歌は本当に素晴らしいので、興味がある方はぜひ聴いてみてください。この歌が発売されたのは1968年なので、私が生まれるより前なのですが、私は子供の頃から好きでした。なんで？武士道も僕と同じ時間旅行者なの。そうだよ。違うよ。私が子供の頃、まるでダメ男というアニメが放送されていて、その主題歌だったので好きだったのです。武士道のアニメが放送されてたの？誰がまるでダメ男だ。違うの。まあ、確かに子供の頃も、アニメ見てたら母から、何がまるでダメ男さ、あんた。そんな漫画見なくても、鏡で自分見たらいいでさ、あんた。って。横から口出されたけどさ。そんな知らない人の真似されても、このチャンネルでは引き続き、弾き語り、ソロウクレレ、突然思い出話をアップします。興味ない。よければチャンネル登録、高評価してくれると武士道感動。それではまた、ごきげんよう。